でしょうか。ああ、あなたが今日からナムコプロで働いてくださる人ですね。そんなにかしこまらないでください。女の子？誰かしら。多分事務所の誰かだとは思うけど。もしかしたら運命の相手だったりして。あ、そういえばまだ自己紹介をしてなかったわ。あの、私、いえ、私、ナムコプロで事務などをしております、音無しかとりと申します。社長があちらでお待ちです。どうぞ。よく来てくれた。私がこのプロダクションの社長、高木だ。君の仕事は我が社に所属するアイドル候補生たちをプロデュースすることだ。目的は彼女たちを芸能界のトップへと導くこと。道は厳しいと思うが頑張ってくれ。ではまず現在プロデュースを待っているアイドル候補生3人の中から1人を選んでもらう。その後とトップを目指し二人三脚で頑張ってもらうことになるから慎重に選びたまえよ。なお一人選べば他の子はライバルとなる。もちろん同じナムコプロの仲間ではあるが、アイドルの頂点に立つのはあくまでたった一人だからね。厳しい世界なのだよ。それとトップアイドルを育て上げるには君自身の経験や力量もとても重要だぞ。プロデューサーとしてのランクを上げることがトップへの近道でもある。腕を磨きたまえよ。では君の大切なパートナーとなるアイドル候補生を選びたまえ。おお、高槻弥生君を選んだか。あの子はとても元気で素晴らしいガッツの持ち主だ。実は事務所前の掃除をしてもらっているところだ。うちも人手が足りなくてな。早速迎えに行って活動を開始してくれたまえ。もちろん掃除は切り上げて結構だから。アイドル、ついに私
お掃除で磨いた根性でやり抜